地についてマイドン、どうもマイドンです。なんか夜みたいに見えてますけど、実は今朝の5時です。真っ暗。今日は病院実習なんですけど、ちょっと遠いところに通ってるので早起きです。まあ、言うてほんまは6時半に起きればいいんですけど、なんか最近早く起きてだらっと用意する方が好きなので、謎に出発の2時間前ぐらいに起きます。バチクソ眠いけどね。朝一で運動します。なんかすいませんね、ほんとこんな過去で。これが女子大生のリアルなんです。実習から帰ってきてからとかね、絶対 100% 運動しないので朝のうちにやっときます。最近はね、ヒートっていう運動をやってます。マンションでもできる静かみたいなやつやってるんですけど、言うてそれでも振動起きてうるさいの、これ私だけ？ヒートはね、めちゃくちゃ汗かくのでお風呂入ります。さすがに汗だくのまま病院行ったら嫌われるので。メイクしていきます。なんかさ、リップ塗らんとメイクした気がせんくて、どうせマスクするし、つくのにリップ塗ってしまいたくなるねんけど、わかる人いません？なんかリップ塗らんとね、血色悪すぎて土みたいになるんですよね。こっからお弁当を作ります。まあ、やっぱりね、毎日コンビニで買うと高いんですよね。まあ、作るというか詰めるだけなんですけど、全部冷凍です。こんな朝から作る時間などない、許せ。ふりかけはね、のりたまパイセンを使っております。病院実習は私はスーツで行ってます。
実習初日ストッキング履いたら3足連続で電線してて、過去にストッキングしてなかった自分はすごく恨みました。多分まだ潜んでると思います。はい、ということで実習行ってきたいと思います。今日の動画は終わり、次の動画でお会いしましょう。おつどん、バイバーイ。